皆さんこんにちは、ビューティフルカーズ洗車チャンネルの村上敦史です。桃香です。はい、今日は富士山中湖で行われておりますルノーカングジャンボリーさんにお邪魔しております。はい、こちらにビューティフルカーズのお店もございますね。出させていただきました。はい、こんな感じで洗車用品の販売をしております。はい、こちらがで、こちらですね、ルノーさんからお車を看護を2台お借りしまして、まずこちらが極性ビューティフルコート、はい、新車におすすめの極性ビューティフルコートを施工させていただきました。といっても結構傷がすごくてですね、全面磨いてコーティングしました。そしてあっちの旧型看護の方は一部磨いてコーティングするというようなことをしています。はい、はい、でですね、まあそんな感じなんですけど、皆さんに今日一番知ってほしいのは、見てください、今日あいにくの雨でようやくですね、こう青空が綺麗ですよ。綺麗な青空が晴れてきましたね、出てきたわけなんですけれども、はい、雨が降ってたんです、うん、さあどうでしょう、雨が止んだこのボンネット全然綺麗じゃないですか。美しいですね。ちょっとね、砂の跡みたいなちょっとあるけど、これ水道の水がね、うん、こうやって乾くと白い輪染みみたいなのがね、水染みどんどんできるでしょ、水垢が、はい、この雨止んで乾いてきたらめっちゃ綺麗じゃないですか。綺麗ですね。はい、ビューティフルカーズ洗車チャンネルはですね、僕はいつもですね、水染みをつけているのは雨じゃなくて水道水なんですよと皆さんに言ってますが、いまだにですね、雨で汚れないとかそんなわけないでしょみたいなことをね言ってる人がいっぱいいて、純粋使ったからってシミがつかないわけじゃないでしょみたいなことも言ってる人がいっぱいいるんですが、うん、そうですね、まあ一目瞭然ということですね。これ水道水だったら大事ですよ。そうですよ、拭かなきゃ拭かなきゃって感じです。みるみる乾いてシミになりますからね。大丈夫ってことが分かってもらえたんじゃないでしょうか。はい、あそこに日本初公開グランカングー、そうですね、ちょっとついてきてもらっていいですか。これですね、昨日僕らが、うん、ルノーさんから依頼を受けまして、はい、綺麗にさせていただきました。はい、ミュンヘンから直送されてきたばかりのグランカングー、うん、洗車が間に合わなかったらしい。そうですね、本来はルノーのね、そういう専門の部署で綺麗にするものが間に合わず、ここに汚いまま来ちゃったと、綺麗にさせていただきました。どうですか、本当にジャリジャリだったからね。おー、そうなんですよ。そしてこのツヤですね、一緒にやりましたから、それがね、こう綺麗になって今日のね、この展示に間に合って、マスコミの皆さんね、写真をいっぱい撮られて、ルノージャポンの社長さんとかルノーの本社の方たちもいっぱい来た前でこうお披露目、無事耐えたわけですが、これ水道使っちゃダメ、洗剤使っちゃダメという中で、はい、ビューティフルカーズの純粋と維持グロスことなので、はい、ほぼしゃべっちゃうそれだけ。そうなんです、やばくない。ここはね、国立公園なので、そういう洗剤がちょっとダメだったんですけど、で、イージーグロスコートプラスもね、かけました。はい、ただ、これ結構ポイントが、うん、ここ汚かったの。そう、ここはね、やばかったの。ちょっと残ってるけど、これは僕の手垢じゃないからね、これ触った人、うん、これ結構汚かったの。水垢がついてましたよね。ついてたの。はい、ここはウォータースポットリムーバーをやりまして、で拭き上げしたと、2分で綺麗にしましたね。だからこう結構細部が整うと綺麗になりますね。そうですね、皆さんピカピカな塗装面を反射させて楽しんでる皆さんもいますね。そしてこっちのね、あの、はい、新型カングーにはまだなかったあの色、限定カラーですね、のあちらも綺麗にさせてもらいました。はい、こちらでございます。はい、ということでね、はい、結構これがトピックですね。水のないとこで洗車したいけどどうしたらいいんだっていう質問いっぱいあったじゃないですか。いただきますね。僕は分かってたんですけど、でも普通には洗うより絶対傷がつくから絶対やらないんですよ。でも今回やってみて、いつもの洗車の方が傷つかないですよ、もっと、うん、でもこんだけみんなが見て OK だし、僕もライトでチェックしたけど、まあ
そうですね、新しい発見ですね。開いてしまいました。びっくりしました。あ、でも僕やんないですよ。まあまあまあ、うん、でもこれぐらいの洗車傷ですいいって言うんだったらあり、よりのありです。そうですね、はい、やっぱり純粋とイージーグロスコトランを使った水道を使わない洗車やばいかも。で皆さん、いやマジでちょっとよく撮ってみてください。僕関係なく、めっちゃ綺麗だ。めっちゃ綺麗でやばいですよ。カタログみたいになってますよ。うん、めっちゃ綺麗。俺自分でやってるのにめっちゃ綺麗と思ってるからね。CG みたいになってます。ね、めっちゃ綺麗、はい。やばいよ。やばいっす。やばいっす。やばいっす。コーティング剤。自分で洗車してますけどどうですか。僕の指示のもとにやりましたけど、はい、どうですか。自分でやってて信じられますか。信じられない美しさですねこちら。うん。うん、まず洗車しないでこんなに綺麗になると。はい、素晴らしい。もう純粋っていうのも大きなポイントですね。はい、ということでね、リテイカーズブース、はい、あとね 3M さんとかまもなく終わりになりますけど、 3M さんとかね、はい、OZ さんとか、ね、うん、大手の皆さんと一緒に展示させていただいて楽しかったです。楽しかったです。 3M さんね、あのリテイカーズの設置チャンネル見てくれてるみたいで、はい、あの嬉しいですね。とてもいい氷ができました。はい、フルラッピングも楽しいですし、ラッピングされた車もビューティルカスの用品できないと思ってますからね。そうです、はい、イージーグロスコートナノ使っていただければと思います、はい、ということでね、会場の様子はいろいろ写真にも撮ってますから、この後ダイジェストで写真を見ていただきながらお別れしたいと思います。はい、いやなんかね、アイビックのお天気ですけれども、はい、団長、皆さんこの集まりいただいたんでね、楽しく行きたいと思いますが、いやー、メトなんか来てくれましたね。あのバリエテは、はい、まあ、あの英語で言うとバリエーション、まあ、多様性みたいなものです。で皆さんあのクルールのイメージがすごい強い、あの玩具といえばですね、でいろんなカラーを展開してきたということなんですけども、カラーだけにとどまらずに、まあ、他のですね、あの、まあ、玩具のできることを詰め込むという、そういうあの限定車シリーズということですね、あのバリエテという名前をお付けさせていただいたということで、あの新藤さんから車の紹介をしていただきたいと思います、はい、もう今小川が全て喋ってしまったんですけどお願いします。今お願いします。ではまたすごいのが来ましたね。すごいな、これ何これ。これはですね、グランカブですよ団長。グランカブですよね小林社長、これグランカブですね。9月のねワールドプレミアで写真だけが見たことあるという方多いかなと思うんですけれども、お姉さんこれ好きなんだ。おうチャンネル面白かった、参考になった方という方はぜひチャンネル登録と高評価と通知の方をお願いします。他の動画も見てみてください。はい、はい、ありがとうございます。やっと晴れてきて富士山はもうちょっと見えそうですね。そんな山中からお別れです。ありがとうございます。